ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンです。ファイヤーエムブレム覚醒続きプレイしていきたいと思います。本編いきましょう。16章神竜の巫女。なるほど。うむ。階段を登るのか。正面突破あるのみだ。さあ行きましょう。神竜の巫女。ファイヤーエムブレムで神竜の巫女といえばもうチキちゃんですけどね。どうなってるんでしょうか。でボスはセルバンテス。ジェネラルですね。重たそうだな。ほうほうほう。敵は盗賊が多いですね。刺さないとか厄介ですね。これは結局勝利条件敵将の撃破ですけど、敵将が一番奥にいるんでね。で木をなんか登っていくような感じなんですかね。でその木の幹とかはを渡って上に進んでいくみたいな感じか。これは盗賊をやっつけたいね。なんかアイテム持ってるもんね。どの程度の強さなんだろうな。戦士レベル20。さあクロームとタブヤンとドニとグレゴ、あとね、サイリね、ベルベットとリベラをちょっと復帰させますかね。ちょっとキャラクターが少なすぎるんで。あとはね、役に立たないやつばっかりなんですよね。そんな感じでいこっか。お任せ整理。これでいこっか。さあ、配置はどうするかな。クロムがここにいるのか。左、タブヤン軍をちょっとね。ウードはどこ行った？か、ウード。それで真ん中にクロム。ルキナとこれかシンシア。ドニちゃん隊が右、右にドニちゃん隊。こうするか。で、グレゴ隊が、グレゴ隊も真ん中行きますかね。真ん中、どうはリベラとベルベット右に行こう。よし、これでいきましょう。あとはね、レベルが上がるがね、もうね、こんな感じでパラメーターもマックスなんで、傭兵レベル10ですけど
クラスチェンジしましょう。さあもう今使いましょう。お、勇者、勇者とボーナイト、どっちがいいかな。優れた技を持つ、斧も使える。うん、あとは弓も使える。あ、馬に乗るんだ。ほう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 。うん、どっちかな。弓使いね、ドニーちゃん。ボーナイトだからあいつと一緒か。よし、勇者になろう。村人出身の勇者もあっていいんじゃねえ。お鍋かぶってます。うわお鍋かぶったままだお鍋かぶった勇者。よーし、ドニーちゃんこれ強くなるんじゃない。斧も、お、青銅の斧、行きましょう。セレナはまだいいかな。クラスチェンジ、ベルベットクラスチェンジしようかな。できるんかな。できないのか。使うと何になるんでしょう。あ、盗賊になるの。ドラゴンナイトか。なるほどね。ベルベット獣に変身できちょっと考えましょうかねそれはちょっと特徴がなくなっちゃうよね。よし、このまま行きましょう。ちょっとセーブしてと。さあ、お待たせしました、行くぞ。気負ったか。失礼します。ヒゲの親父、この毛がある限り誰にも負けません。いや、頭毛ないけどな。どりゃひげを剃ったことがない。不潔なやつだ。よっ、手上がるな。さあ、行こうか。もう普通にちょっと進軍してみますか。お、十分倒せるレベルじゃない。よーし、アニメをオンにしてと。リズちゃんも行くぞ。ギガサンダー、全力でね戦いますよ。手は抜かないぞ、うん、ビーストキラー基本強いからね。さてさて、クロム、もう真ん中から行くぞ。リライブロー、なんかが混ざってるようなリブローの強いやつか。へー、初めて見た弓隊は近くだね。
よし、いけ。手あり弱いな、紳士や。勇者か、結構手強いな。ルキナいけるか、勇者やれるか。ウラケンファルシオン、ここはね、これでいくか。よーし、トマホークは当たらんでしょう。命中率が低い。よし、このマップいけるんじゃね。結構強くなったね、俺たち。オリビエ、オリビエがちょっとね、危ないから、ベルベットちょっと届かないな。足が遅い。リベラはね、使えるんだよね。ああ、ちょっと攻撃力弱いな。ここか。銀の槍、キラーランス。銀の槍でいくか。ダメージ受けるかな？斧。斧と槍。回復できるかな、リベラ。お、いいね。リライブ。リベラ久しぶりの出陣。トニちゃんが前に行けるから。サンダーソロ。リアルアタック。盗賊まず一匹。これは前線どうだろうね。横に並ぶか。その方が安全なような気がするな。いや、前に行くかな。どうしよう、こいつ。あ、横にも来るんだね。横並びの方がいいね。うん。あー、そっか。やっぱり、あ、しまった、弓持ってるじゃん、こいつ。終わった。終わってしまった。こいつ倒さないと、ティアも死んじゃうね。くぅ、失敗した。クロム届くかな。もう、体勢がおかしくなっちゃったやん。銀の剣、行くか。いきなり見捨てるし、もう。天空。当然だ。こいつは倒せるんだけど、どうなるんだろう。大丈夫そうか。もう強くなったからな。やっぱ外伝が難しすぎるんだよね。よけろ、リズちゃん。あー、痛い。我が軍の穴を突かれてしまった。 56% でダメージ受けるか。あー、ダメージ受けた。こいつら攻撃力あるんだよね。命中率が低いだけで。弓隊来た。弓隊嫌だな。お、なんとか生き残りましたね。よかった。リーズちゃん。さあ、ウード行くぞ。ウード、弓訓練中ですからね。この盗賊をね、残さずやっつけたいね。やっつけるスピードで。行くぞ。ウードいいね。現在成長中。
力がみなぎる感じですね、アサシンは。で、タブヤンも行きますと。ここでいいかな。ちょっとね、リズちゃんが心配なんで。ライブ、あ、ライブ全然ダメだ全然回復しねえもういったな。まあ置いとくか。じゃあ後ろからベルベット頑張れ。届かなーい。あ、ここにいるのか敵。弱いベルベットを育てないとね。あ、かわされた。全然だな、弱いなリライブ。キラーランスでやっつけるかな。よーし、ナイス必殺。よし、次はドニちゃん行くか。こいつはユミなんだね。キルソード行くか。こちらもこっちは発動しなかったね。セレナも成長期。ドニちゃんが、あ、関節武器持ってないんだね。それは残念。じゃあこれでいいか。普通で斧を鍛えますか。剣も鍛えないといけないのか。どっちもどっちだなじゃあ剣で。そう、やったべ。安全地帯。どうしようかな。クローム真ん中行こっか。ショートスピア。運命を変える。運命を変える。いいね、天空で自分で回復しましたよさすが。これはちょっと、ただ どうしよっかな。ここまで上がっておくか。応援、回復アイテム誰か持ってない。調合薬、あんまり進みすぎるとまたやられそうだもんな。大丈夫だね。物交換ちょっと借りるよちょっと借りるよ。ルキーな、どこまであんまり進まない方がいいよな。
この辺で、この辺にしとくか。また弓か。お、ショートスピア、そう。こう挑むとは。返り討ちにしてくれるわ。おお、アイテムいっぱい持ってますね。順調順調。たまには危なげなくね、マップをクリアしたいよ。21攻撃力でも。あ、いた。ヒズちゃんも強くなってるからね。一撃では死なんよ。ウード強い。第2のタブヤンを目指してます。出た。どこから来んの増援部隊。え、いいなぁ。慎重にちょっと行かないと。オリビエが怖いね。うん、ちょっと増援部隊怖いね。増援部隊怖いんで、ちょっとダブルで退避しよう。弱いキャラはね。あ、こいつ弓か。よーし。神よ。さすが夫婦。さあ、ドニちゃんは右から行こうぜ。オリビーは退避しよう。ダブルでグレーゴに守ってもらおう。で、ドニちゃんがどっから出てくるんだろうな。造園ちょっと慎重に行こうぜ。ティアモとかが怖いんだよね。いきなり弓でねやられたりするから、だからダブルで行こう。ドニちゃんが前線で、横に並んでおこう。よし、任したぞ。クローム、シンシアはなんか回復役になってるけど、リズの。うーん、どうしようかな。速さの叫び。ウラケンファルシオン。強い。よし、真ん中は、そしてクロム。あら、届かない。ちょっと足止め食らったな。こいつ倒せないのか。リズちゃん回復したいしな。シンシアがかわされるから、ややこしいことになった。
で、リズちゃんはね、ちょっと回復しましょう。で、タブヤンがこれやっつけるしかないのか。しょうがないね。盗賊は次のターン。うまくいった。よし。さあ、増援出てくるなら出てこい。勝てる。女の怖さ見せてやれ。女性は怖いよ。神竜の巫女っていつ出てくるんでしょうね。クリアしたら出てくるのかな。あー、ダメージ受けて、やばい、死ぬ、防げない。おお、え、増援まだか。嫌だなー、逆に。さて、弓で撃ってやる。ショートスピア、よし、倒せ。別に嬉しくなんかないんだから。トニちゃん任したぞ。あ、間違った、23だとちょっと倒せないじゃん。おお、よかった、セレナがフォローしてくれた。足し算間違った。危なかった。回復、よし、ドニ部隊完了。そして左側の、おう、ウード届くね。やってしまえ。うん、ならず者、足が遅いね。致命的だ。盗賊としては致命的ですよ。さて、タブヤン右こうしよっか。応援最後にすればいいか。ちょっとね、増援が出てくるから怖いから、弱点のあるナイファルコンナイトはダブルで、ルキナにダブル。リズちゃんもこうしておこう。もういろいろとね、嫌な経験をしてきてますからね。これ、あ、ボスまで来るな。ボスは、あ、自分から突っ込んでこないタイプね。オッケー。ショートスピア。引き寄せてから増援出すつもりですね。うん、そこが勝負だな。でも増援出すって教えてくれるだけまだね、良心的というか。これでいいか。さあ、かかってこい。あ、後ろから来るのか。なるほどね。前か。あれだけ後ろだったら届かないでしょ。当然だ。よかった、後ろだったら。
ビビりまくってたからね。でも考え方は間違ってないですよ。ダブルにしてね、横から出てくる時もではあるしね。うん、結構足早いか。さっさと前に進みましょう。おー、このターンは大丈夫か。よし、一気にもうボスまで行くぞ。よし、セレナ行くぞ。倒せないか。キルソードで必殺、必殺頼み。服が汚れたわ。フォローしてくれたか。リブロー届くかな、向こうに届く。よーし、深追いはしない。隊列を整えてね。弓をあくまで鍛えようかな。鋼の弓で一発。ウードとリーズはあんまりまだ仲良くないんだね、親子なのに。おお、タブヤンに余裕が出るまでになったか。オッケー、さあボス戦か。ルキナで、あー、ダメですね。硬いなこいつ。一発ダメージ受けるとちょっと嫌なんでね。あ、硬いね。じゃあこのターンはやめておこう。念には念を入れてね。次のターン、一気に。ああ、横からやっぱり来るやん。予想。これがファイヤーエムブレムか。やっぱり怖いな。最後まで怖いね。このターンをしのげば。ボスまで届くかな。まだ届かないかな。よかった。これリスだったら死んでたかもだよね。オリビエがね、死んでますよこれ。バイバイ。もう届かないでしょ。でもよかった、セレナ危なかったね。よし、あ、届かないね。危なっ。あと一撃で死んでたぜ。さて、リズのリブローとか効くよねこれ。タブヤンはこれ、あ、そうか、こっち行けないんだよね。なるほど。あ、こいつ結構強いじゃん。一撃で倒せないのか。直接攻撃、あ、無理だな。こいつ素早さあるね。おお、強いな。一撃で死なないと。リズの回復魔法を取っておきたかったんだけど、仕方ないな。弓でおさらばだ。さすが息子、息子。受け継いでますよ、火炎で。リベラが リブローで回復できるかな。ということでいくか。
どっちが先の方がいいかな。クローム直接攻撃。お、19。これでいくか、銀の剣。さあ、行くぞ。なぜ戦う？お前たちの目的は何だ？バルトハルト様を世界征服の覇王とするため。なるほど。何？ほう。一国一城の主。このわしを死んでもらおう。あ、届くんだ。なるほど、じゃあ踊り子で踊れるね。ウラケンファルシオン。あ、シンシアの攻撃効かない。よし、これで踊り子で踊ればいいから、もうこいつら倒そう。母の強さ見せてやる。銀の槍。ここあるね。これ取りに行くか、これ倒すか。ここ行こうか。経験値アップ。はーい。ショートアップ。気をつけて。痛め。ベルベットのそのエコーの聞いた声。これでね、攻撃してもダメだから、そうという裏技コンボですね。そしてクロム復活。もう一度銀の剣でとどめだ。どんな問題？一度引かせてもらう。逃がすか。よーし、クリアしました。ティアモ MVP。 へー、なんと強いでしょな。サイリ、神殿へ案内してくれ。うむ、チキがいると思うんだけどな。違うのか。神竜の巫女。いずこにおわす。あ、やっぱりチキだ。もうだいぶんとマルスの時代。巫女様、あの、あなたマルス？え？いいえ。チキ。炎の紋章ね。何？ええ。ファイヤーエムブレムのことだな。
志が分かれた者たちが、うん、どこにあるか分からない。集める。何、ええ、ギムレイか。そうか、わかった。ありがとうございます。いやチキ懐かしいね。マルスの時代のね、竜ですよね。めっちゃ成長、量成長なんですよね。はい、今回はここまでにしたいと思います。本編をね、やっぱりベース、どんどん進めていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。